ロハーゆうちゃんです。今日はですね、英語のことについてちょっと心に思ったことがあるので、これをちょっと喋って言葉にしてみようかなと思って動画を撮ってみたいと思います。今までね、心の中に思ってたことがあるんだけど、僕ね、海外生活長いですけど、英会話、英語喋るの全然喋れないですね。なので、英語を喋れる人にのためじゃなくて、もう喋れない人のために僕はこれを語ります。はい。僕は何年いても喋れない側の人間なので、いつまで経ってももう本当全然喋れないし、おどおどするし、自分が喋る英語全然伝わってないなーって感じるような人、その人のためにワンポイントなんかためになればいいかなと思って喋ってみたいと思います。日本の人ってさ、同じ英語を喋ってるつもりでも発音が全然違うから伝わらないっていうのあるんだけど、それなんです。発音が全然違うから伝わらない。僕ね、日本も知ってるつもりだし、見てきてて、若い時日本見てずっと見てきたから、日本も知ってるし、こっちも生活も知ってるし、で、日本を見てたらね、英語たくさん使ってます。日本の中に英語氾濫してますね、単語が、ただその中の一つ一つの単語ちゃんとして発音してないから通じないんです。なぜ通じないかというと、日本ってほら、カタカナってあるじゃない?カタカナで書いてあるものは、外来語、日本の以外から来たものの場合、カタカナで書くけど、今はごちゃ混ぜになっちゃって、そんなのじゃなくてもカタカナ勝手に使っちゃってますけど、カタカナの50音を使ったカタカナのそのままを読めば、英語通じると思ってんですけど、そこが間違ってるんです。だから英会話が文法がああだこうだ言う前に、日本で氾濫している英単語っていうの、単語一つ一つを発音できるようになれれば、会話なんかしなくてもほとんど英語者通じるんじゃないかなと思ってます。で、単語プラス動詞のあのなんか、ハブとかゲットとかテイクとか、そういうのを付け足しながら、単語を言えばほとんど通じるようになります。理解してくれます。何がいけなかったっていうと、やっぱり日本の英語の教え方が全く間違ってるんだなって、僕はこのアメリカの生活をしていて、感じます。全然違います。日本語の学校で、中学校で英語習ったけど、その英語じゃ全く通じないです。試験は通るかもしれないけど全く通じないです。発音が違うから、書くわけじゃなくて口で伝えないといけないので通じないです。その根本的な間違いはね、やっぱり英語をカタカナ50音でするのが僕は間違ってだと思います。あとはね、ローマ字、僕ね、子供の時に覚えてるの、まずひらがな習います。あいうえおかきくけこ。次カタカナを習います。あいうえおかきくけこ。でもうちょっと足すとローマ字を習います。ローマ字であいうえおかきくけこさしすせそ。かきくけこは、あいうえおはその一つのローマ字だけだけど、かきくけこは KAKIKU かきくけこやるでしょう。それで自分の名前を書きますね。そのローマ字読みが英語読みだと思っちゃってるんだね。僕はそんな気がします。なので英語が書いてあってもローマ字を読みすれば通じると思っちゃうんだけど、全然通じないです。全然通じないです。
だから一つずつ一つの単語の発音を覚えない限りはそれから先に進まないという、言ってることわかるかな。日本でほらカタカナがもうはんあの流行っていうか、みんなアメリカナイズされてアメリカにとか、あの海外に憧れを持ってるんじゃないかなって思うけど、横文字が並んでるし、いっぱい日本にあるでしょ。お水、精製水じゃなくてミネラルウォーター、ミネラルウォーターとか言うんだけど、ミネラルウォーターって言っただけじゃ通じないんです。発音が間違ってるから。で、日本の人は真面目です。几帳面な性格で真面目だと僕は思ってるし、僕もそう感じます。このあのズボラな適当な性格の僕でも、アメリカでもハワイでも働くと、真面目だな、ウォーキングハードだなって、お前がいて助かるよって言ってくれます。本当に日本の人気真面目だと思って僕は思ってます。ただその気真面目さが英語にもそういうのにも現れてるんだと思います。カタカナ読みで合ってると教わったらずっとカタカナ読み読んじゃうんです。それで合ってると思っちゃうから、しっかりウォーターって書いてあったらウォーター、ウォーター、マクダーノーだったらマクドナルド、マクドナルド、これで通じると思ってるんですけど、通じないでしょそれ。日本はね、これはもうみんな僕が思ってることですよ。創作するのが得意なんだと思います。創作料理とかでもそうでしょう。創作料理、中国料理でもフランス料理でもイタリア料理でも、日本に入ってきたら日本風に変えて、日本チックな、もっとなんかクロスオーバーさせて美味しいものを作って、それはそれで楽しんで全然 OK、 素晴らしいと思うけど、海外に、それを海外に行ったら通じないよね。海外に行って日本で創作されたものをくださいって言ってもあるわけないし、はぁって言われるし、日本の中でそれを楽しむんならいいけど、だから英語も日本の中で英語を創作して面白おかしく結構作って、日本ジャパニーズイング和製英語みたいなのもいっぱいあるけど、それ日本で楽しむ分にはいいけど外に持っていけないよね。わけわからない。例えばパソコンとか、パソコン、パーソナルコンピューター、パソコンつっても海外の人誰一人わからないです。はい、エレキも、エレキって言っても誰一人わからないです。エレクトリックギターです。スケボーも、スケボーって言っても全然わかってくれないです。スケートボード。なので日本は日本風に変えちゃう場合が多いですね。ノートパソコンっていうのも全然通じないです。こっちではノートパソコンっていう、多分ノートパソコンって呼んでるの日本だけだと思います。それの方が日本人に伝わりやすいからそうやって、名付けたんだと思うけど、カンパニーの企業とかが、ラップトップって言ってますね。ノートパソコンって言う人多分いないんじゃないかな。エアコンのこと、エアコンっていう人誰もいないですね。エアコンディションって言わないと通じないですし、だからそこら辺を分かってないと海外では日本和製英語は全く通じないです。そして、日本は英語の教え方がちょっと間違ってたんだなとか言いましたけど、もう一つ、日本っていう国は、まあどこの国もそうかもしれないけど、大きな数、大きな人数の、たくさんの人数の人が少ない人数の人すぐ攻撃すると思わないですか。その少ない人数の人が合ってること言ってたとしても圧力で潰していっちゃうという、そういう習慣、そういう文化があるんじゃないか。それはね、政治家とかでもマスコミとかでも
同じだと思うんだけど、それはちょっと今日は横に置いといてですね、ちっちゃい時、子供の時、みんなカタカナ英語を使ってるのに、一人だけアメリカのネイティブな発音する子がいたら攻撃されてたと思わないですか？僕の時代はそういうの感じました。僕、例えばマクドナルド、みんなマクドナルド、マクドナルドって言ってんのに、一人だけマクドナルドって言ったら、お前カッコつけやがってとか、何すかしてんだよ、何カッコ気取ってんだよとかさ、なのでそういう本当の英語を使えない環境にいたのではないか。普通一般の社会の、あの私立の小学校とか行ってる、中学校とか行ってる人たちはそういうのがもしかしたらあったと感じないですか？僕は感じました。なので日本の英語向上しないよね、そんな世界だったらね。なので今日はね、発音の第1弾として、これ前もやったことあるかもしれないけど、ウォーター、ミネラルウォーターのウォーターです。カタカナでいくとウォーター、これ通じないですね。わーら、わら、わらって書いてもらって、思ってもらって、心の中でもはウォーターと言っていいけど、口はわらって言ってください。わーら、通じます、絶対通じます。なので、あの can I have なんとかなんとか、 excuse me、 何にも言わなくても、レストラン行って店員さんと目が合った時はわら、こうやったら2個ウォーター持ってきてくれます。 excuse me、 excuse me とか言われることがなくなると思います。わらっていうだけで、わら、発音がね、日本語はね、母音っていうの、あ、い、う、え、お、ここだけなんだけど、英語はいっぱいあるんです。日本のあ、い、う、え、おだけじゃ表現できない発音があるから、それを使って単語を言わないと通じないですね。なのでわら言ってください。わら、通じます。わら、そうやって使える単語を今世の中にこううごめいている英語、英語の単語を一つずつ本当の発音に変えていくだけで通じるようになると思います。バナナだってバナナって言ったら通じないですね。バナナとか言わないと通じないし、あとなんだろう、バニラ、バニラアイスクリーム、バネラとか言わないと通じないし、それを単語を一つ一つ覚えていかないと通じないし、覚えていく気がない人はいつまで経ってもこれも喋れるようにならないと思いますね。一個一個新しいものを覚えるんじゃなくても、今あるこの目に見えるものを一つ一つをちゃんとした発音で喋れるようになったら、めっちゃくちゃ喋れるようになると思います。今はわらしか思いつかないですけど、また何かあったらね、すぐお伝えしてしたいと思います。もう英語を喋れない方たち、あの僕は味方になりますのでね、僕が分かることだったら少しずつこういうテクニックを教えていきたいなと思います。はい、それじゃあね、またね、バイバイ。